ハピカピタイム。せーの、ハピカピタイム。2回目。どうも皆さん、こんにちは。カピです。タクです。うわ。今日は、年代ごとの略語クイズです。例えば ?KY とかそう、KY とかね。各年で流行った略語。若者の中で流行ったね、略語。お互いクイズ形式で出し合っていきたいと思います。皆さんも一緒に考えていただいて。そうそうそう。皆さん何問わかるか。ちなみに、5問ずつ出して、で、たーくんは、1990年代ぐらい。1990年代に流行った略語。僕は最新の略語。約最新の略語。かぶれてんね。若者にかぶれてんね。ちょっとね、若者なんで40代のおじさんが40代ってふざけん。はい、まあタークから出して。はい、これ多分簡単。何 ?MK5 MK5? はいはいはい。マジで恋する5秒前。あ、殴られたんだけど今って思われがちですが、実は、マジで、切れる5秒前の略出します。広瀬涼子に。きっと前から、あれマジで恋する5秒前じゃん。あれマジで恋する5秒前だけど、その前に流行ってたかのかわかんないんだけど、マジで切れる5秒前っていうのが、若者で流行ってたらしい。MK5? そうそうそう。へぇー。そうなんだ。勝ち、いた。イエーイ。いた。最新の略語、あたおか。ああ、出た。あたおか炭治郎。あたおか炭治郎は最近ずっと言ってる。あたおかタークオリジナルじゃん。あたおか炭治郎じゃん。本当に頭おかしいですね。はい、頭おかしいです。正解は頭おかしいの略。あたおか炭治郎。あたおか炭治郎、はい、流行らしてもろうて。これも簡単。バリさん。バリさん。バリさん、はい。バリバリ電波3本立ってるの、略語。そっか。電波バリバリ3本立ってんだけど。言ってたのを略してバリさんにしたんです。今はほら、電波の基地局が増えたからね。Wi-Fi だから。Wi-Fi もあるし。Wi-Fi 飛んでるの。カズレーザーじゃないんだよ、本当に。じゃあ次僕ね。はい。チキン。言いたかっただけじゃん、絶対チキピって。チキピ。うっせぇ。うっせぇ。はい、答えはどうですか？彼氏とか彼女とかの意味ですか？何の略？もう略語クイズだから。元の文章。バリさんじゃ間違ってた。なんで？アンテナ状況が、受信状況がバリバリ3本立っていることが正式な名前だって。全然そこまで言う。そうだ、当たり前。バリバリ3本だけじゃダメなの？当たり前じゃん。そうね。チキピも、ちゃんと正式な。好き好き彼氏。チュはどうした？チュ。好きをチュキって言ったの。正式はチュキチュキ彼氏。不正解。何チュキチュキ。お前が言えっつったの。ぶっ飛ばすの。正解は、チキなピーポー。好きなピーポー。そこからチュキなピーポーからチュキピになったらしいよ。だから、チキチキ彼氏じゃない。はい、次、どうぞ。バビル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 ？はい。はい。何チキピって小声で言ってんの？入るか入らないかぐらいでさ。入ってないから。バリバリビビる。何？正解。正解？嘘。本当。バリバリビビるをバリバビるって略す。もともとの文章はとてもびっくりする。そうね。なんかバビるってなんかすごいなんかびっくりすみたいなイメージはあった、言葉のね。今貯蓄だから。何ちょっと。ちょづく。ちょうなずいてる？いや。何？調子づいてる。クソちょづいてた。何ちょうるせえ。ちょづいてる。ちょづいてる姿をどうぞ。そう。じゃあ次ね。はい、第3問。了解。正解。いや、まあ使うもんね。そう。目指して。超 MM。超 MM？、うん、ヒント。どんな時に使うの？さっき。え？さっき？そんな場面があった？ちょづいてる時に。超 MM なんだけど。わかった。超マジムカつく。まあ、超 MM、そういうことね。ヒントがあったからわかったわ。だろうな。次は、僕4問目ね。知ってる。ね、いくよ。あーね。あー、そういうことね、の略。正解は、あー、なるほどねの略で、あね。はい、5問目出して。はい、ね、さっき見つけたんだけどな。ちょっと、まあ、繋いどいて。カットするか、うん。生放送じゃないんだから。間はカットしますか。続けません。アベック野球選手とかじゃないよね。そうなの？略語とかじゃないか。え、略語じゃない。うん、最後略語じゃない。感じだし、俺は初めて聞いた。アベック。はい、じゃあ。はい。あー、エイベックスのオーディション。違う。なんで、あー、エイベックスのオーディション落ちたな、じゃないのMP5。MP5?MP5。マジでブスなコピーだ。作んな。正解何？カップルっていう。カップル？フランス語でアベックってカップルって意味なんだって。あそこのさ、二人アベックじゃないんだよ。そのままじゃん。そう、まあまあカップルっていうのはちょっとダサかった。ナウイ言葉で言うとアベックってナウイじゃあ最後僕の問題ね。はい、これはね、見てる人はわかるかもしれない。ター君も YouTube が好きだからわかっちゃうかも。聞けって最後問目はタッグと同じで、最後略語じゃないだから意味を答えてね、うん、第5問目はえぐいてってうわお前えぐいてってやつでしょ。なんか YouTuber の誰かが発信して流行ったらしいんだよね。でも確かに言ってるでしょ。言ってる。えぐいなーって言うよね。うわ、えぐーとかって言うけど、意味がわかんない。何がえぐいのかわかんない。えぐみ？料理用語でえぐみで、タケノコとかするけど。えぐみ。アクオトなんてよくね、食べれないっていうのがえぐみ。意味わかんない。米ぬかとかでね、急に、何タケノコ感じてんの？気持ち悪いとか、悔しいとか。違う。だろう。正解は、想定外のことが起きたときに言う。想定外にびっくりしたときとかに、えぐいてーって言うんだって。ああね。さ自然すぎてびっくりしたしね。本当に。あね。超MM。はい。ということで、皆さんは10問中何問分かりましたでしょうか？やっぱみんなで片岡炭治郎流行っていこう。そうだね。流行らしていこう。うん、そこのあなたも、片岡炭治郎。最低、本当に。謝った方がいいよ。何人の人が登録してくれてると思う。ありがとうございます。250人以上なんか、本当にすいません。本当こんな出来の悪いこいつ。本当に申し訳ない。謝って、ちゃんと。片岡炭治郎って言われてさ、言われた人の気持ち考えたことある？ない。マジ MK5 だからね、きっと。本当にみんな MK5？ 超 MM と思ってる、今。本当？いいの？みんな超 MK5 だの？そう、今どんな気持ち？僕、うん、ちょべりぐやば、頭がじゃあいいですか。はい、まあ、急に締める。もう、はい、終わったんで。はい、時間短縮です。はい。それでは皆さんまた次の機会に。せーの、カピバイバイ。指にぶ。あ、今考えてる。今略語考えようとしたでしょ。MK5 みたいなこと考えようとしたじゃん。スッと出てこなかったのも頭の中おじさんとか早く消して。頭の中おじさんとか早く消して。MK5。